地に飛んでいたところまでは終えたのに、結局見失っちゃったよ。だから言ったじゃない。鳥を追うなんて無理だって。あら、ヒナ、あそこの草陰に落ちてるの、短冊じゃないかしら。あ、本当だ。よかった。きっと私のお願いの声が届いて落っことしてくれたんだね。どうかしら。とにかく見つかってよかったわね。うん。でも走り回ったから疲れちゃったよ。ねえお姉ちゃん、ちょっと休憩していかない？そうね。私もあんなに走ったの久しぶりだから疲れたわ。やった。じゃあじゃあ、あそこのベンチ座ろう。ごめん。いえ、いいのよ。お姉ちゃんとこうやって話すの久しぶりだから緊張しちゃう。あなた緊張なんかしないでしょ、小さい頃から。うん、普段はしないけど今日はなんとなくさ。小さい頃からヒナは緊張もしないし、落ち着いていたというか、怖いもの知らずだったというか、その頃からずっと私の後を追いかけて追い越して。お姉ちゃん、お姉ちゃん。え、あの、大丈夫？もしかして走ったから具合悪いとか。いえ大丈夫よ。それよりこの公園。あ、もしかしてお姉ちゃんも覚えてる？覚えているわ。よく小さい頃遊んだ公園よね。よくブランコに乗ったよね。どっちが高く漕げるか競争だって言って。いつもヒナの方が高く漕いでたわね。周りが心配するくらい高くまで漕いで。そうだったっけ。はあ、そういうことは覚えていないのね。私よりも高く漕げるのが羨ましかった。だからきっとよく覚えているんだわ。まあいいじゃん、子供の頃の話だし。私はお姉ちゃんと一緒に遊べて毎日すっごく楽しかったよ。今はなかなか一緒にいられなくなっちゃったけど。それはお姉ちゃんギター忙しいもんね。私もパスパレなんだかんだ頑張ってるし。でも、うん、なんでもない。ヒナ、どうしたの？ううん、言葉にしたらお願い事って叶わなくなっちゃうから。ん？そう、そろそろ行きましょう。え、もう？笹の葉にそれつけるんじゃないの？あ、